うち、未就学児、小学生、中学生、高校生が所属する組織である。その中でも、さらに学校教育課程と性別に応じて、以下のように区分される。部員は、未来部員、または組織内の通称で、法数や、後継の人材などと呼ばれる。2000年代以降、ここ近年は、総価学会員全体の少子高齢化により、部員数の減少のため、 男女別で中等部員と高等部員が合同で集会をするなどしている。総科学会の未来部員は高等学校卒業と同時に未来部も卒業することになり、各部員の進路により、就職者などは男性は男子部へ、女性は女子部へ、大学、専修学校などへの進学者は男性は学生部へ、女性は女子学生部へ、 新たに所属することになる。未来部員の活動は別名21世紀使命会とも呼ばれ、未来部担当者の助言、監督のもと、基本的には部員一人一人の意思による任意参加の前提で行われる。ただ実際は同居家族の両親など保護者が熱心な信仰者で、活動家の場合は本人の意思に関わらず強制的に活動参加を、 させるのが大半であるとされる。池田大作名誉会長の指導により、日々の学業や読書に加え、親孝行、家庭において、言業と招題をすることが奨励されている。2015年からは、総価学会内組織で同一県区県内の部員4人1組が、チーム対抗で、 全編英語のセリフで披露する寸劇で競争する未来部 E-1 グランプリなどが開催されている。その全国決勝大会は通例、総価大学で開催されている。部員対象者は幼稚園児や保育園児を含む未就学児及び小学生となっており、それらの少年少女部の各地域の部員は集結して男子、女子合同で座談会方式で行われる。 部員会をはじめ、図工、作文、合唱団などの活動を行う。また、競技教育用の教材などで、日蓮と、総価学会の教え、理念、総価学会の池田対策名誉会長からの、生活指導文書を学び、総価学会の新人の基礎を作る。2018年7月1日、未就学児及び、小学校低学年の少年少女部員と、 その同伴家族を参加者対象に、日本全国各地の会館を会場にして、中継行事、ソカきズフェスタが開催された。部員対象者は、中学生となっており、基本的に、男子中等部、女子中等部と、男女別に分かれて活動する。部員会、合唱団活動、日連大聖人御所全集の検算、研修会、推薦図書を読破するなどの活動を行う。 また、英語スピーチ大会なども開催されている。部員対象者は、高校生となっており、基本的に男子高等部、女子高等部と、男女別に分かれて活動する。1964年6月1日、創価学会男子部幹部会の席上、池田大作会長が、創価学会内の年齢別組織として、高等部の設置構想を発表する。同年6月7日、 東京都内の各本部の会合で同部の設立が決定され、現在に至る。活動としては、部員会、日連大商人語書全集の検算、推薦図書の読破などの活動を行う。また、英語、中国語、韓国語スピーチ大会が開催されるなどある。2019年8月5日から8月7日の3日間、東京都八王子市の創価大学で、 全国未来深き研修会が開催された。テーマは、黎名。研修会には、全国47都道府県から、高等部の代表800名が参加した。同会では、総価学会の振興について学び深める、ご主講義、様々な分野の職業別社会人の、総価学会員による講演を聞き、将来の夢を、考える、ドリームブースなど、様々な企画が行われた。 最終日には、総価学会東京牧口記念会館にて、全国未来部大会が開催され、赤須未来部長と、咲木城市未来部長が挨拶し、原田実会長は、未来部への期待を呼びかけた。2018年7月1日、未就学児及び、小学校低学年の少年少女部員と、その同伴家族を参加者対象に、 日本全国各地の総価学会会館を会場にして中継行事、ソカキーズフェスタが開催された。同年6月10日に東京都板橋区の総価学会板橋文化会館で事前収録した映像の放映と日本全国各地の総価学会会館での児童向けのレクリエーションゲームで構成された歌やダンス、読み聞かせ、クイズなどを楽しむ中継行事も兼ねたイベントとして 開催された。創価学会板橋文化会館で、事前収録したイベントでは、11代目歌のお兄さんの横山大輔と、歌のお姉さんの上野陽子が出演、ソカキッズフェスタのオリジナルマスコットキャラクターとして、希望の星に生まれた、コロポンと豆ポンが登場した。キッズフェスタのテーマは、勇気とされ、その象徴としてコロポンが、勇気リンリンメーターを背負い、 参加した少年少女部員たちの勇気をキャッチすると、メーターがぐんぐん伸びる仕掛けという設定でなされた。前歌のお兄さんと、前歌のお姉さんである横山と三谷による、ヤッホホー、地球ぴょんぴょん、ボヨヨン更新曲の童謡曲の披露、寸劇による児童向けクイズ、声優の本名陽子による児童向け本、青い海と少年の読み聞かせ、 朗読、少年少女部下、BE ブレイブ、死死の心での疲労といったプログラムにより構成された。2005年、次世代に、創価学会の振興を継承させるため、創価学会本部内に、未来本部が新設され、未来本部統括本部長には、池田大作名誉会長の実施、長男の池田博正副理事長が就任した。ありがとうございます。